RTA の第8部始まるよ。ミラージュの塔に入ったら初手1回をスルー。1回のお宝は？そんな話は後にしてガチチャートの調査を開始しようとしたんやがな。ああ、本当にやる気だったんだ。ところが先人の演歌を全く再現できんくてな。くぐってみたら本体によって異なるらしい。じゃあ互換機じゃ参考記録とすら言い難くなりそうだね。だから RCA 出力化したファミコン本体を買うことにしたで。何が投稿者をここまで駆り立てるのだろうか。大丈夫や、もう住宅ローンが折り返してるくらい普段は節制して暮らしてるからな。たまにやりたいことぐらいパーッとやらんと。前に10代女子を自称してなかったっけ。人にはいろんな生き方があるんや。さて、ミラージュの塔の1階をスルーしたら、2階は階段ではなく中央のお宝部屋を目指すで。遠回りになってしまいますが、タイムを犠牲にしてでも手に入れたいものがそこにはあります。海外版のワールドレコードでも最強のあれだけは取ってるぐらいや。まずは便利なトールハンマー。さてさて、次のお宝。えい、鬱陶しい。ここは加速でささっと逃げて気を取り直して洞窟の再開や。2つ目は世界も無視できない最強鎧、ドラゴンメイル。最後にアンデッド特攻のサンブレードでこのフロアは終了や。またグダグダな装備変更を等速でお届けしたいところですが、今回はちょっと策が厳しくなりそうやから加速させてもらうで。変更が済んだらテレポで1階へ。そう、1階の洞窟はこれから始まるんや。というのも、この後にもテレポを使うためお宝漁りが終わったらコテージで MP を回復します。なら、より歩く距離の長い1階で目的が済んだら速やかにテレポで移動できる手順になるようにするってことや。MP の回復を遅らせることでディアマット戦にクラウダ用の MP を確保することができます。通路でスカウトヒールの有料アイテム、癒しの兜を入手。防具は枠が厳しい都合、癒しの杖と違って神とは言い難いですね。そして最強の盾、イージスの盾。防御力だけならダイヤシールドと同じですが耐性が異なります。リボンをもらうナイトは追加効果のないナイトの鎧とダイヤのコテ。もらえないナイトはイージスの盾、ドラゴンメール、守りの指輪でおおよその耐性を確保します。ぶっちゃけシステムには詳しくないからこれで何が欠けているのかはわからん。指揮者はコメントで教えていただけると投稿者の胸の使いが一つ取れます。装備変更が終わったらテレポ、今度は塔の外へ。コテージで回復してから寝袋セーブ、今度こそミラージュの塔の攻略です。コテージの前に回復しきれなさそうな HP を先にケアルで回復。コテージで回復する HP は120、寝袋は30。明らかに回復量不足だけど気にするな。特別苦戦する要素もないから道中は加速させてもらうぜ。ヘルハウンドの炎は20程度のダメージです。リボンやドラゴンメイルを得た今ならハロゲンヒーターより少し熱い程度やな。 FF おなじみのキマイラも初代での名称はキメラでした。これ豆な。続く3階、ここには少し強い固定演歌があります。それがミニ枠にも表示されているブルードラゴン。最大200兆の威力の稲妻が脅威です。リアルラック時代ではリボンを持たせられていない赤間が落ちるかもしれん。そうなっても片方が生きていればレースで起こすだけですね。それでも何度も食らってられる威力ではないから戦士2人にヘイストを奮発してさっさと倒すことを推奨や。負けることはないと思いますが、削れたことで消費するポーションを補充する時間が痛いです。うひょ、リボンなしの赤間に160か。分かっていましたが痛いですね。次のターン、先制撃破頼むで。よっしゃ、多動動いた。偉いぞ。稲妻連発でマナが落ちてた可能性もあったからな。そしてマナカナがレベル17に。このペースならラスボスまでにレベルも仕上がりそうやな。ガハハ。この辺に滝の裏の洞窟でワープキューブをもらい忘れる奏者いるらしいっすよ。じゃけん右枠で探しましょうね。許して許して。オラワープすっぞ。浮遊城の1階ではまず順路と逆の南の小部屋へ。逃げだけの戦闘は倍速で、そのうち移動も加速し始めると思います。ブラックナイトは GBA 版以降でデスブリンガーをドロップするようになったな。 FC 版に敵ドロップなんてないから関係ないんだけどね。わはは。ここにはスカウトクラウダの効果のレイズサーベル。クラウダを覚えさせていないカナに持たせるで。 FF1 のクラウダは毒属性の全体即死魔法です。装備の受け渡しが終わったらテレポで前のフロアへ。
そこから浮遊場に再入場して歩数の短縮を図ります。テレポはクラウダを覚えさせていないかなの MP で、おっと、ここでミニ枠にも載せているデスナイトの演歌です。たまにフレアを使うって親父殿が言うとったが、ロケハンテスト欄含めて見たことあらへん。それくらいたまにしか使わないということなのでしょうか。それとも魔法ローテの順番の関係で速やかに逃げてしまえば問題ないのかもわからんな。そろそろ加速。2階は1階以上のお宝フロアです。そもそも浮遊場がお宝多すぎんねん。装備品の所持数の制限がきつい初代では到底持ちきれません。宝箱を全て開けたりプレイヤーは発狂注意やな。投稿者も含めてね。画面では逃走不可の土下座門との戦闘やったが、即死体制を得た今となってはただの経験値ですね。お宝部屋に着いたらミスリルの盾を捨てて枠を開けて、まずは防御力がイージスの盾に並んで最高のダイヤシールド、そして3つ目の FF1 で最後になるリボン。盾を捨てた枠にダイヤシールド、リボンはマナの空きに入ってそのまま装備。まるで RTA みたいだ。コロ、カナ、マナの3人にリボンを渡し、リボンをもらえない戦闘の盾は他の耐性装備で固める。親父殿の動画を見た兄貴たちには必要ない解説やったな。親父殿の動画がまだな兄貴は至急見てきてください。2階の南西には超重要なアダマンタイト、ご存知エクスカリバーの材料です。これがないとクリアできへん。 FC 版ではエクスカリバーの全種族特攻などの種族特攻はバグで機能していないようです。みんななんとなくそんな気はしてたやろ。2階には白の黒のローブもあります。白は全員の回避を20上げる意味や、黒はブリザラの使用効果があるが、戦闘からは逃げるので黒はいりませんね。白はちょっと効果が小さいかな。狙われやすい戦闘がディフェンダーのブリンクを使う方が有効な気がするわ。ということでそれらは見送って先へ進みます。3階には忍者用武器のサスケの刀、魔法色も装備できる盾、守りのマントがある。前者は忍者がいるなら、後者は通常プレイならぜひ拾っておきたいアイテムですね。4階は縦横4区画で無限ループする構造になっている。正解は縦も横も2区画ずつ移動したワープポイントです。 FC 版では上りは三角が上向き、下りは下向きと分かりやすい。5階最後の直線です。体感に変化が増えるような気がするんやが、キーのせいやろうか。歩数の消費が多い区間なのでしょうか。謎やがまあええわ。皆様もご期待の最強の雑魚ことデスマシーンですが、演歌テーブルの都合、3桁回演歌しないと出現するパターンがないとかなんとか、つまり普通の RTA でお目にかかることはないと考えてもいいでしょう。それよりも4階から出現するマインドフレイヤーの方が怖いってもんや。録画は残っていませんが、投稿者にも4階でマインドフレイヤー個体に狩られたことがあります。3時間超えてリセはきついで、ほんまにきついんやで。そろそろ目的地ドンドン。あけんかい。どなるなよ。おるんかい。相手は最後の6ゲーツ。念を入れて回復しましょう。どうせこの後ポーションも買いだめするしな。購入の手間が増えるより万が一負けてしまうことの方が重大ですからね。ところで回復が終わったのにこの微妙な間は何なんや。いや、お前だよ。よし、頼もう。これが最後の四天王風のカオスディアマットです。1ターン目はいつも通り、赤間はナイトにヘイスト、ナイトは殴り。オリジナルの FF1 はそういうゲームです。さておき、ディアマットの解説やな。強力な全体対象の特技を多用します。だがここまで進んだ光の戦士たちには耐性防具も揃っているはず。耐性の上からではご覧の通り中途半端なダメージにしかなりません。一番怖いのは通常攻撃のクリティカル事故なんよ。 FC 版 FF1 の後半はだいたいそんな感じです。さて2ターン目からがティアマット戦のお約束。赤間2人はクラウタとレイズサーベルを使いましょう。ディアマットは毒弱点で即死効果のクラウダも効いてしまうボスのクズ。クラウダを購入したのも道中でレイズサーベルを拾ったのもこのためでした。さてさて、最初のトライはここからはナイトの殴りとクラウダの2極作戦です。殴りはクリティカル連発でもしないと時間かかるからな。サクッとクラウダが決まってしまうことが望ましいですね。2回目も失敗か。
ロケハンでも2、3ターン目の計4発のクラウダで倒せることも多かったのですが、 MP の切れたマナは回復でもさせとくか。打撃でもタドがクリティカルを連発していい感じにダメージを稼げています。あ、本当に効きましたね。なんて情けない大将、ちょっと遅かったんちゃう。ママ A は風のクリスタル復活、わっしょい。カオスを全て撃破するとラスダンに行けるようになる。その前にまずは下準備からですね。最初は浮遊城で手に入れたアダマンタイト。ドワーフの洞窟で伝説の金属アダマンタイトがあれば幻の剣が作れると言っている人物がいます。何ができるのか楽しみや。4分前に言ってるけどね。わはは、ずいぶん久しぶりじゃないの。元気か、ホモ野郎たち。アダマンタイトを持って北の部屋の人物に話しかけるとエクスカリバーをもらえます。これは2番目の頃に持たせるで。1番目は狙われやすい都合、事故死が怖いです。全種族特攻アバグで効果はないが、現在持っている武器の攻撃力はサンブレードが32、ディフェンダーが30、アイスブランドが29、攻撃力がガンチ。てかラスランのボスたちにはエクスカリバーやないとろくにダメージが通らん。ナイトゲーにとどめを刺す存在ですね、クオレハ。エクスカリバーの次は物資の補給、途中で宿も挟みつつ。ポーションを買うだけなんて、さらに加速で問題ないな。これは視聴者に退屈な時間を味わわせないための編集というわけではありません。長々とポーションを買っても投稿者がその名を持たせられないだけなんやな。わはは。そしてラスダン前最後の準備は氷の洞窟。赤魔2人のリボンを外します。そして隊列の1、2番目に置く。 FF1RTA ではおなじみ再生リッチのフレア対策として赤魔の片方を石化させておく方法ですね。フレアで赤魔が倒れても戦闘後に石化させておいた本を治療し、レイズで倒れた本を起こせばいいという先人の画期的な知恵や。ちなみに海外ガチ勢による現代のチャートはこれを行いません。詳しくは再装の時に話せたらええな。一つ言うなら石化は現地調達になりました。現在はお目当てのコカトリスを引いたってことで意味のないアイテムを使用しながら石化を待つで。親父殿は無駄演歌はしたものの、コカトリスを引いたら2ターンで石装を調達し、3ターン目には逃走しました。時間にして1分そこそこ。投稿者はロケハン含めてそんな時間で終えられたことはありません。親父殿のクズ運を持ってすれば石化を引くなど朝飯前ってことだったんやろな。今回かかった時間は3分強です。せやから例に漏れずその時まで加速させてもらうで。サクサクっと2ターン目から7倍速ということで、やっと完成しよった。まだ油断はできません。ロケハンでは石像ができて次のターンで逃走と思ったら、その前に全員石化で全滅ということもあったで。そんなこともなく順当に逃げられましたね。ガハハ、敗北を知りたい。コロの石化を直して赤間にリボンを装備し直したら出発や。これで準備は万全、残すはラスダンの攻略のみとなりました。せっかくなので最後の飛空艇の移動は皆様に見ていただきましょう。よっしゃ、任せとけ。氷の洞窟は南東にあるから西に飛んで。あれ西の城、ちょっと行き過ぎた。だったら北東がカオス神殿のはず。あったあった、着陸したらセーブ。あ、降りる前にメニュー開いてもうた。さて今度こそ寝袋セーブしてと。この動画 RTA らしいっすよ。よし、エクスカリバーの装備も忘れてないな。すべてのクリスタルに力が戻ると1回中央の水晶からタイムトリップします。テレポやだテレポがないと脱出はできないから、通常プレイでは要注意や。いざラスダン、2000年前のカオス。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回ラスダンを分けると収まりが悪そうやから最終回。